こんにちは、たくろうです。今回の抗菌講座動画、これで7回目となります。今回ご紹介する音は咳払いを使った技をご紹介したいと思います。まずはどんな音か鳴らしてみたいと思います。はい、こんな感じです。音の出し方、発音は、まず咳をしてみてください。この咳を、少し小さく、短めにしていきます。では他の音と組み合わせて使ってみたいと思います。この技をメインで使うとどんな演奏ができるのか、過去の40番目の演奏動画で披露しているので、気になる方はぜひ見てみてください。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。ためになった、参考になったという方、ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。次回もまたいろんな技をご紹介していくので、楽しみにしていてください。それではまた、バイバーイ。